マジ？ちょっと待って、やばい、受けねえ。やばい、得意なんだけどな。くぅ果汁流通え。もう誰も使ってなさそう。かくぅ、おやす、お願いします。お、確かにラッシュもね。これなんかでも存在は知ってるけどやろうとはしてないみたいな人意外といそう。あー、視聴者が苦労するだけっすもんね。誰が困ってるかわかんないみたいな。そうそう、自分はわかるし。確かに、うん、うわー、サネ美味しい。うわ、いいとこでインパクト。これ噛み合うと寒そうだな。あー、でもそっかそっか。わー、あー、それはいけるんだ。これいけるんだ。あ、なるほど。じゃあまあ一回食らってもいいけど、ドリルはドリルかくるっすね。あー、ドリル結構事故の元っぽいっすね。ちょっとマジでドリル、なんか釣り行動みたいなのもできる。できるんすけど、でもそんなに。あー、何もしてなかった時は寒いみたいな感じですか。なるほどね。なんか中盤とか余裕で間に合っちゃう、パニカンで。いや、使うか、うん、いあ、倒せないか。おおほほ、うわー、あー、まあまあまあ、もう一回フロートだな。寄りたいからな、バウンドさせてるから。いや、マジか。うん、ま、一応ドリルさえガードしなかったら投げ来ないから、誰しもって。確かに、なるほどなるほど。あれだけ見といて、他はまあ仕方でみたいな。うわ、うめえ、いいドリル。お、うまい。あー、うわー、潰された。積んだ。削りか、そっか。SA にあってもあれ積んで、ね、積むこと多いから。しゃがみだな。いや、きちい。こうなると画面端はマジで。いやー。きちい。いや、今の釣るべきだったな。まあそうですね。テレポ、バックジャンプテレポとドリルキックで一応。散らしたいっすよね。そうですね。この何もしないバックジャンプしたいな。いや、あんまりないもの。マジ？おお。じゃあ、う。終わった。だらしな。つぶつぶつ。足で。きつー。最後つぶつぶ。ちょっと待って、やばい。受けねえ。やっぱ寄らせないのが一番だ。そうだね。寄らせないが一番いいけどむずいよな。ちょっと。テレポ待ち。いや、ここちょっと下がんないとな。そう、バック後ろテレポした方がいいっすね。やっぱ結構後ろテレポ多いっすね。うまい、あの上のダルシム、はいはい、チラシめっちゃ入れてから初めてドリル打ってくるみたいな、はいはいはい、なるほどね。うまい。お、これだ。うわ、潰れる。いや、受けよう。おー、いいテレポ。うわー、やったー。うおー、違うな、2中 P だな、振るなら。いや、ダルシム、これ大変そう。大変そうに見えるな。マジで大変そう。やばい、得意なんだけどな。やばい、自信が壊されてしまう。確かに、これはこれで良くない可能性があるっすね。おー、うまい。イェーイ。潰せない。こっちだと潰れないんですよね。ああ、なるほど。もう一個の方だと潰されるんですけど。あは。いいしが。うほー。うめえ。それはうめえ。でもこれ真ん中にテレポした方がいいですね。落とされてもいいから。そうっすよね。うわー。おー、これ当たる方ねえな。では、あ、間違えたけどいいか。いや、減る。減るね、これ。ああ、どうするこれ。うん、
撃ですか。そう。そこで。いやもうなんか様子見で後ろテレポもガンガン使っていいっすよ。はいはい、OK です。結構上でふわふわするのも強いんですけど、やっぱ空対空で負けちゃうし、ちゃんと見てたら。出た。最強技。つらすぎ。わー、大抵最強技。あー出ない。ちゃちゃそうよな。ちゃちゃそう。これどうしましょうな。一応なんか上で浮遊するのちょっと高度高すぎて、なんだろう、なんか下でなんか竜がやらかしてても攻撃間に合わないんですよ。降りよ結構降りてから出さないと入んない位置にいっちゃうんで高いと。いや浮いちゃうな。でもこうだったら上浮いちゃう癖あるんで、これ浮くってより浮いて後ろテレポで釣って、後ろテレポかもう前テレポも入れ込んで画面入れ替えちゃうかどっちかっすね。体力少なかったらまあしょうがないですけど、なるほどね。もう無理やり行くと普通にダルシム戦勉強になるな。ふぅ計算が計算の大丈夫ですか。やっぱいや、あの俺の竜じゃなくてもいいっすよマジで。いや見出してなんぼなんだやっぱいやちょこれちょっとダメだ俺やばい。そうですね、それはやめた方がいいですね。心が負けてるこれ。うわうまい。ああうわこんなこと止まってきた続きがそのままぐわあと手前ドリルはそうっすよね、そうっすね、マジでやめた方がいいですね。そうっすよね、うん、弱いっすもんね。今回当てれなそうだったら後ろテレポで下がって、でも後ろテレポした後もドリルキック出るからこっちそんなに距離簡単に詰めれなくて、なるほど。でそれ見てるとズーム攻撃止めらんなくてみたいな繰り返しする。お互いと潜ってきちゃってあドリキックないとはさすがに選択肢弱いっすね、誰しも。噛み合ったうわ死ぬな。いや死ぬ、いや残るかな、ちょっと残るか、出るちょっと残る、ちょっと股間で死ぬな。うわそうよね、うそうですよね。ボディファイヤーだったな、打つなら一旦、はい、一旦ね、ちょっとまた後でいやすげえ、こう見るといやでも確かに荷重流強えでも誰しも戦はでも今までしたらでも大体あんな感じっすね多分。